日本人メンバーが所属するグループが増えている K-POP オープニング会。韓国を中心に活動することになれば、ほとんどの人はグループのメンバーと一緒に宿舎で共同生活を送ることになります。また、K-POP オープニングアイドルは、韓国のバラエティコンテンツにも多く出演するため、歌は、もちろん、韓国語での日常会話も必須スキル。そうした生活の中で、言葉や食べ物、生活習慣まで、韓国の文化に慣れ親しんでいく日本人メンバーも多いようです。そこで、国籍を疑ってしまうほど韓国人メンバーに溶け込んでいる日本人メンバーをピックアップ。国籍を疑うレベル韓国人さながらの、日本人、K-POP オープニングアイドルといえば、というテーマでアンケートを実施しました。1位になったのは EN ハイプ N の2期でした。投票では、全体の 42.52%、1242票を獲得しています。2020年に放送されたサバイバルオーディション番組、ILAND、出演時の2期の様子を見ると、現在ほど、韓国語が自由に話せるわけではないことがわかります。周囲を驚かせたのは、その上達スピード。EN ハイプ N メンバーたちとの共同生活の中で、めきめきと韓国語が上手くなっていったのだそう。2023年5月に YouTube で公開された ELLE コリアの企画では、メンバーに対し、ミキが最も韓国人っぽい瞬間は、という質問が、メンバーのソングは、冗談で、嘘をつけるくらい韓国語が上達した、と回答。また、ソンフンは、ジェイクと喧嘩するとき、と回答。ジェイクとミキは、よく、冗談で言い争いをすると言います。冗談を言ったり口喧嘩をするためには、細かいニュアンスを理解しながら、言葉がスラスラと出てくる必要があるため、それだけ自然に韓国語を使えているということのようです。他にも、なんでこんな言葉を知っているんだと思うことや、昔の韓国の歌を知っていることがあり、メンバーたちを驚かせているのだとか。2位6位の結果はこのようになりました。あなたが選んだアイドルは、何位にランクインしていましたか？アンケートにご協力いただいた皆様、投票ありがとうございました。